こんばんは。はい、今日のあるある、学校のあるある。名刺配ってきましたね、今日も。いや、いろいろありました。なんで学校はいらん勉強させるの？どういう話だったかって言ったら、あまりにもみんな来てくれないから、大人にね、動画を作ろうかなっていう話をしてて、なんか聞きたいことあるとか、疑問に思ってることとかあるって言ったら、現代文のセンター試験しか使わないのに、記述式の勉強をさせられるんです。何それっていう話になったわけですね。なんでいらん勉強させるのっていうこと、みんなはしゃあなしでやってる 人が多いよね。なんでいらんことさせるんですかっていうこと、もう簡単にね、喋っちゃうよ、もう。先生が少なくてね、大変なんです、学校は。もう一人一人の進路に合わせていられないと。みんなで一緒にやらないといけないわけですね。もし、あなたはね、センター試験でしょって、記述式必要ないから、じゃあ自習してていいよって言ったら、それ他の人が、なんであの子は自習なんですかってことでクレームが来ると。それは学校としては困ると。クレーム対応の仕事が増えちゃうわけですね。だから、やらないと。君には合わせらんないよっていうことですね。まあ別の考え方をしたら、今までそういうふうにやってきた。で、それで、まあ進路のね、合格実績っていうのはそこそこあると。もしそのやり方を変えた場合に、じゃあ合格実績変わっちゃうんじゃないかな。今までのやり方変えるのが嫌なんですね。っていうようなこともあると思う。それからじゃあなんで記述式やるのかって言ったら、現代文の記述式が必要になるような生徒の進学を中心に考えてるわけね。君の方は頭の端っこにあるわけです。そうじゃない？そう感じるよね。なんかほんと、って感じなんだけどね、僕は。君の大切な時間でしょ。一生懸命受験のことも考えてて、勉強してて、君の受験であって学校の受験ではないわけだ。学校が進学するわけでもないし、君の人生でしょ。だから僕は、って思うんですね。みんなで何かやらなくちゃいけない。みんな同じじゃないといけないっていうのが、まあ、学校だよね。まあ、ここで話がね、脱線すると、いろいろ、いや、先人とあまり変わんないねとかそういう話になっちゃうんだけど、なんでみんなで一緒っていう文化があるのかなっていう話になっちゃうんだけど、今日はもう、そんな話はやめようぜ。先生はこう、なんて言ったか、君のね、質問に。その人はね、質問したんです。なんでですかみたいな。必要ないんですけど、記述式もマーク式を解くのに役立つのよと言ったらしい、先生が。嘘だよね。いや、嘘嘘。だってセンターの問題っていうのは、もう演習の演習の演習だよ。センターの問題だけしか解く必要ないよ。もちろん基礎っていうのは同じなんだけれども、今は基礎をやってる状況じゃないよね。その後は多分。もう基礎ができてるっていう前提の上で、記述式をさせるのは明らかに嘘です、先生、この言葉。ひどいよね。ちょっと僕は怒っちゃう。腹がぐつぐつ煮え返る感じですね。まあ言うてそうなんですね。でもそれが日本の社会って言ったら本当にそうかもしれないね。だからこういう言葉を聞いてこうしっくりこなくて、なんか聞きたいことあるとか、そのみんなに聞くと、こういう言葉が返ってくると、もう納得できてないし、もう、なんだろうな、受け取れてないよね、その言葉、先生の言葉。
これは何でかって言ったら、もう先生がね、会話をする、うん、君の気持ちを知るとか、じゃあどういう状況なのかなっていう、あの話そうとしないよね、聞こうとしないよね。だからすごいそれは悲しいことだと思うんだけど、僕にはね。だから嫌になっちゃうんじゃないかな。もしかしたら勉強っていうのは本当は君たち楽しいものなのかもしれない。うん。だけどじゃあ勉強する状況、一緒に勉強する大人っていうのが、もしかしたら君たちにとってのその違和感なのかもしれないなっていうふうに思ったりします。うん。この先生はね、あの忙しすぎて君に構ってる暇がない。みんなで一緒に、そう、先人から変わってね、みんなという呪いですね。いろんな本も出てますね。うん。もう心が病んだ人はそのみんなっていう病気にかかってると。あ、だからみんなじゃなくてあなた自身を大切にしなさいみたいなことが書いてある本たくさんありますね。あと一つ言ってしまうとすれば、日本は単一民族であるというね、誤解を振りまいていますね。あの教科書とかどうなんですか、書いてあるんですか。日本は単一民族じゃありませんよ、単一民族じゃありませんよって話。うん。いや、ものすごい文化違うよ、ものすごいいろんな人がいるよ。だから血筋も違うはずだし、でもそれをね、そう、一人一人違うじゃなくてみんな一緒になっちゃうわけです。謎だね。はい、大人の言葉、自分の身を守るのはまず自分ですね。いろんなことさせられるよね、いろんなことしなさいっていうふうに言われて、それは会社に入ってからも同じだよね、多分ね。そういう何かやらなくちゃいけない、やらされること、みんなでやるっていうことに対して違和感を感じたとしたら、その違和感を大切にしてほしいっていうふうに思います。うん。そうするとね、多分世の中がもうちょっと面白くなるっていうふうに僕は思っているんです。君らしさっていうのが多分もっと世界を面白くしてくれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。なら、なんかうさんくさいこと言われたら、あ、これなんか変なこと言うたなっていうふうに違和感を感じてください。僕の喋ってることはうさんくさいですか？違和感ありますか？あ、一人で喋るのも辛いね。はい、僕の喋りは全然あなたにとって大切じゃない。そうなんですね。一方的だからね、一方通行だよね、こういう動画って。本当はね、もっと聞きたいですね、聞きたかったですね、その子に。そうそう、もう校門の前まで行っちゃってとか、途中でね、なんかこうおしゃべり止めなくちゃいけなくてあれだったけど、どうしてるんですかね今頃あの子はみたいな。はい、そう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 。ここから僕のお話、おしゃべり。あ、ちょっと喋っていい？いや、喋らして。うん。何だったっけ？何喋るんだっけ？なんかね、喋りたかったんだけどね。ああ、そう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 。何だったっけ？ちょっと待って。何だった？あ、そうだ。そう、名刺を配っていて、なんか半分の人はまあいらないっていうんだよね。でも半分の人が、こう、ちょっと掛け合いしながらね、持ってってくれたりとか、何色好きって言ったら、ピンクとか言ってくれることがね、いや、水色ですって、水色してたんですね。そういう子もいて、とても楽しいんだけど、僕は。うん。そう、なんで受け取ってくれない子がいるのかな、どういう気持ちなのかな、怖いのかな、どう、怖いですか、僕。怪しいですか。どうなんだろうね。なんか名刺見て皆さん何感じてますかね。ホームページ見てくれた人もいるかもしれないけれども、見にくいですか。え、大人ちょっと遠いですか。そうなんですね。すごい話が合う子っていうか、話してくれる子なんかもいてね、
そのこの間の受験って何か分からないって話してくれた子とか、あとそれからそうすっごいがっちりした子でさ、うん、すごい落ち着いた感じで、なんで同じ人間なのにね、学校の先生っていうのはなんか偉そうなこと言うっていうかね、命令するんだみたいな、そういうことを喋ってくれた子もいるんですね。うん、多分その現実は変わらないと思うんですよね。僕は学校は変わらないし、学校の先生も変わらない。そう、この先生が言ってましたね。知ってる？この先生。うん、そう、最終回の方でなんか言ってたと思うんだけど、まあ学校出てからもそうだし、学校の中でもそうだし、何かをこう社会を変えようとしてもそれは時間の無駄ですというわけですね。だからその分力をつけてくださいと、うん、みたいなことを喋ったんだけど、うん、僕とね、名刺配るときにおしゃべりしてくれた子たちとはまたどっかで会いたいですね。またおしゃべりしたいですね。グンテルやりに行こうか、学校の前で。グンテルしに行こうか。ねえ、放課後。どうそれ。学校の前で。ねえ、道路邪魔にならないところでさ。え、いいんじゃないそれ。え、どうしよう、やろうかな。はい、そんな感じですかね。え、やってみようって今思いました。そう、喋ってると何かこう息使うでしょう、呼吸ね。そう、話してるうちに何か変わっていくものとか出てくるものとか気がついてくるものっていうのがあるどうか思っていて、話しながら自分ですごい実感できること、うん、そうそう、僕も朝から晩までいろんなことしてるんだけど、あ、疲れてるのかなっていうふうに気がついたら、あ、ちょっと疲れてるなって喋ってみたりとか、ちょっと休もうかなとか、独り言はただの独り言やんみたいな、いやー、そんな感じ。はい、どんな感じなんですかね、僕のおしゃべりでした。またね、なんか何かしらの方法で皆さんに会いに行こうかな、なんかおしゃべりできるね、そういう機会が作れたらいいかな。みんな忙しいからね、来れないで、来れない、来てよ来てみたいなはい、そしたらここら辺で終わりましょうか。音の音でした。